Hey guys and girls, welcome back to some Yakuza. We're ready to continue. We're gonna go meet the Serio clan leader for some Peking duck, maybe. Get a little info on what our boss's last kind of moments were. Yūbe no Arakawa wa butai kara orita yakusha mitai ni odaeka na kao datta. Sore mo sou daro. Ou mi rengo no kaisan o nashitoge, omae to no saikai o hatashita nda. Jitsu ni umasou ni Peking duck o tairagete ita yo. Ore ga sonna ni suki na no ka tte kiku to, nanto aitsu wa hajimete tabeta tte iu janai ga. Eh? What? Kikya. 50 年前に初めて食べる機会があったが、直前に父親を殺された。Traumatizing maybe? それ以来、どういうわけだか食う機会を逃してきたらしい。俺は食事を終えた荒川をホテルまで送っていくと言ったが、断られた。あいつは一人で夜風に当たりたいって言ってな。だから俺は黙ってあの人を見送っちまったんだ。あの時強引にでも俺が送り届ければ荒川が殺されることはなかった。失敗したよ。会長のせいじゃないっすよ。おやさんに手を下したのはやはり近江の残党なんでしょうか。間違いないだろう。荒川をやった理由はきっと解散に対する報復だ。つまり解散させられて迷惑を被っている連中だ。じゃあその中の誰がおやさんを。春日、関東にいる近江の残党連中が次なる組織編成に動いてるらしい。そいつらは今回の解散に黙っちゃいられない連中の塊だ。犯人はその中にいる可能性が高いかもな。新しい組織の連中がおやさんを。そしてその連中を裏で指揮できる人間がいるとすれば、今や表の世界も裏の世界も自在に操れるあいつしかいない。青木亮だ。じゃあ大家さんの殺しは若の指示。青木の意思が関わっていると見て間違いないだろう。そして荒川亡き今、青木の直令を受ける人間は限られておる。Oh no, I don't trust this. Arakawa no kataki o toru ga ii. Hitsuyou de areba, Seiryu kai kara heitai mo kashite yaru.俺に銃は必要ありません。仇を撃つ気はないと。いえ、おやさんは若の弾を取ることなんて望んじゃいないはずです。じゃあどうする。おやさんは極道が権力者の手駒になることを憂いていました。だから一世一代の大芝居を打ってまで近江連合を解散したんです。つまり極道の本来あるべき姿、暴力で何かを奪うのではなく力を持って弱きを助ける生き様を証明したかったんだと思います。なるほど。それを貫くため親さんが辛抱し続けた日々に報いるには人一人の玉取って解決なんてしちゃいけねえ。そんなやり方、
あの世のおやっさんに顔向けできねえ。だから俺、若の目を覚まさせてやります。ぶん殴って思い知らせてやります。俺がやれることはそれくらいしか。つくづく荒川って男は幸せもんだな。いいんじゃねえか、お前の好きにやれ。俺が少し出しゃばりすぎちまったようだ。会長、そんな。しかし、どうやって青木と会うつもりだ。都庁の受付で都知事に会わせてくれと言ったところで追い返されるだけだぞ。大丈夫っすよ。若に会うルートはちゃんと考えてます。なるほど、すでに策はあるということか。しかし青木に近づく以上危険は避けられない。清流会の兵隊を連れていくがいい。もしもの時は骨は拾ってやる。会長の申し出はありがたいんですが、遠慮させていただきます。俺にはすでに最高の仲間たちがいますから。待っててくれたのか。どうだった。悪いな、俺一人最高級のコースをご馳走になっちまったぜ。ずいぶん元気になったじゃねえか。いつまでもメソメソしてたらあの世のおやっさんに怒られちまうからな。それよりも今から久米に会いに行こうぜ。久米に？なんでまた？若に引き合わせてもらうためさ。久米は小笠原の後釜に任命されたんだ。若ともつながってるだろう。それは間違いねえが、俺は若の野望を絶対に止めてみせる。なるほどな。だけど久米が素直に、ま、多少手荒な方法でお願いすることに。よし、そういうことなら探す必要はありませんよ。小氏日、衆議院選挙の立候補者が一斉に届けを出す日ですよ。詳しいな。今回の選挙には肉の壁ので、小氏日の立候補者は選挙区のメインステージで第一声の演説を。神奈川2区の場合は伊勢崎ロードか。今から行ってみようぜ。 Alright, let's go talk to Kume. So I did do some grinding.Since the last part, you can see there I'm now level 60. No more grinding. I think this is a good. I want to hope this is a good level, but I can just stop here and just kind of go through the game. I did kind of blow through all the yen I had.Upgrading the crafting station to the max, so that's level 3. But I mean, I'm really not gonna need money, so it's okay. この国の主権をもう一度、善良な国民の手に取り戻します。皆様の貴重な一票をこの久米に託してください。まあ言ってることは間違っちゃう。久米は本気でブリーチジャパンが表向きに掲げて裏の悪事も知らず。そう考えるとある意味では久米も青木に利用。同情してる場合ではないです。よし、おいちょっと通してくれねえか。頼む。ちょっとあなた、割り込みを。え、すまない。あんたどこかで。あ、お前
こいつだけじゃなく周りもみんな飛んで火にいる夏の虫や。やる気だけ。That's funny. Bring it. どうしようかな。Aww, level 50. They're babies. Let's hit him with a champagne wave. Just wrecked all of them. Easy. Oh no, he's gone. クメの演説は一回じゃねえだろう。この後いつどこで行く。そんなもんせやけどお前らどういう意味だ。クメを当選その生涯となり得るお前らはわしにも把握しきれんほど無数の名が。常に青木の方が行って先を。おっしゃる通り、確かに一地方自治の長である都知事が国政に介入するというのは前例がございません。しかし新しい試みというのは常に前例がないことです。Can't believe this bastard actually had his dad taken out. 青木さんね、あんたまだ若すぎるんだよ。国政ってのは地方自治は学生の遊びだという。いや、そうは言ってないが。さあ、それではここで改めて世論調査の結果を見てみましょう。青木知事の幹事長就任を支持すると答えた人の割合は全体の 80%。 その理由として最も多かったのが神室町産経。これに関してはいかがでしょう。青木産経作戦については私だけではなく警視庁の地方自治と地方警察がしっかりと手を取り合った賜物。しかし君ね、東上会が壊滅したからってかむ噂じゃ関西のヤクザがいっぱい入ってきたとか。関西のヤクザとは近江連合のことですか。先日大阪府警に。そうだよ。でもそれはつまり彼らは自主的に消滅したってことじゃないの。危険を伴った作戦。今回解散を主導したと言われる幹部の一人荒川真澄が、つまりヤクザ組織が自主的に解散したと思われ、現実としてその中身は。ところが産経作戦では一人の死者など出しておりません。これは私がブリーチジャパンの活動で得たノウハウが大きく。今回の総選挙、民事党はブリーチジャパンから多数立候補者を立ててるわけですが、幹事長としての狙いは。一言で言えばブリーチジャパン立候補者は年齢も若く、か彼らの力を持ってこの国に残るグレーゾーンを。 I hate this dude. I want to punch him in the face so bad. Hopefully we get to. 荒川の島で選挙に利用しやがって、てめえで殺したくせに厚かましいにも程があるぜ。前からしんねえ、この後もクメは別の場所で。さっきの様子じゃ苦戦しているようだな。Hey, Siriu clan lead. 会長、お前が言ってたルートってのはクメを脅して青木をよ。ご名答す。会長はどうして。さっき平安堂で。で、会長、俺に頼み事をしてた件だ。頼み事？あ、立候補者。ああ、いや。クメを落選させて青木のメンツを潰す。見つかったんですか？
青木に勝てる四方八方いなかった。でもえ、春日、お前が出馬しろ。へい、もう少し早く思い、ちょっと待ってください。なんで俺が出馬するんすか。俺なんかが選挙で勝てればだろうな。クメに勝てないどころか300万ドブに捨てるだけっす。捨てていい。はあ、それでクメを捕まえるチャンスが来るなら安いもんだ。クメを捕まえるチャンス。立候補者は狭い選挙区の中で選挙が当然対立候補とでく、そんな時は思ってなくても健闘を祈りますなんて言って見たことあるだろう。接触で俺が立候補すればクメと、クメに比べればお前は無名の候補者、いわゆる法魔。一方でクメは当選確実と言われて、その状況でもしお前が握手を求めた時、クメはお前を無視ができねえ。どうしてです。当選確実と言われる候補が大松候補を無視すればおごりと取られかねない。やらんてな怖い。悪い評判ってのはすぐに広まる。そこでクメは嫌がおうでもお前と接触しなければならないというわけさ。お前の計画は選挙でクメを打ち負かすことだった。でも今のお前が望むことはクメとの接触だろ。違うか。ちょっと待ってください。一番は前科持ちですよ。それも殺しの。どんな前科だろうが刑期を全うした以上、立候補する権利は法律で保障されとる。どうするかさ。少し考えてみろと言ってやりたいとこだが、悠長なことは言ってられんぞ。立候補届は公示日の今日しか受け付けておらん。出馬するかしないかは今決めるんだ。俺出ます。マジかよ。でも法律的には問題ない、合法だ。ならば急いで選挙管理事務所に届けを出しに行くがいい。あそこは役所仕事だから夕方にはし、おい、やばいわよ。走るぞ。選挙管理事務所ってどこ。馬車街道にある。あざす。 I guess I'm running for office. Let's go. Taxi, 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 taxi. Go.それでは。Run. If I have to sign one more form, I swear I never imagined there could be that many.Well, of course, you're not exactly running for student council. Just glad we made it. Nah. Did you see that guy's face? He was about to snap. Well, nobody likes a last-minute arrival, but it worked out. Don't act like it's over. The paperwork is just the beginning. Tomorrow we hit the campaign trail. But I'm only running to get close to Kume. I don't actually have to campaign, do I? Dame. You do. If Kume...And the rest of the society don't recognize you as a candidate, the plan will all fall apart. Ugh, she's right. How am I supposed to even campaign, though? I don't have an election van or even a megaphone. But then you better get it figured out. I'm with Sa-chan. You gotta take this seriously. Eh, we'll figure it out tomorrow. Yeah.This is gonna be all on our back. Survive bar.
ルートまで行く。それでは。Look at all these campaign. What is this? Slander? Oh. What is this? Kume must be kicking his campaign up a notch. Guess they already found out I'm running. Saves me the trouble of having a campaign strategy. You think this is a good thing? Now the whole town's gonna know about your criminal record. Don't worry about it, man. I wasn't planning on hiding the truth anyway. See, they already have you in their sights. Takabe-san? Our chairman would like you to have something. Chairman Hoshino? What would that be? This beauty. It's an old car we were using to sell things out of. You can use it as your election. For real? We even gave it a microphone and a loudspeaker. We dug those out of one of our strip club's warehouses. It should give you at least the bare minimum of legitimacy. Kume can't run from you now. ありがとうございます。Appreciate it, man. Now we're talking. それでは。Well then, shall we pay Kume a visit? He's scheduled to give a speech at Hamakita Park today. Nice. This time we'll corner him and make him take us to the young master. Good luck. Well, let's just get in the car and roll over to Hamakita when you're ready. Hey, it's all decked out. Let's do it. Hamakita. Senkyo to wa minshu shugi ga minshu shugi de aru tame no mottomo juyou na system de aru.売名や興味本位で出馬することなど言語道断。しかし春日一番という男は殺人罪で18年間服役した。元極道にもかかわらずこの神聖な選挙に土足で踏み込んできたのである。これは民主主義への冒涜に。 Everyone knows I'm good though. Look at this is all my people. これは敵に一歩先回りされてしまったようですね。どういうことだ。どうやら我々の作戦はクメサイドに気づかれたようです。つまりかえクメが春日さんとの握手に応じ、あくまで春日さんがけなげな泡沫候補である。そこでクメはあなたを。なるほどね。そんな。What's up guys? I'm right here.お集まりの皆様、私がただいま招待に預かりました。春日一番です。おい、あいつが春日だ。カメラ回せ。マジ人殺し。あれが人殺しなの。あいつが立候補。やばくね。人殺しだってよ。人殺し。いやさすが有力候補の組さんは器が違うな。こんな無名の俺を宣伝してくれちゃうんだもんね。おかげで知名度も一気に伸びるってもんです。ありがとうございます。皆さんご覧ください。あのふざけた態度、あれが立候補者としてあるべき姿でしょうか。選挙は前科者のお祭りではありません。前科者、つまり法を犯した者はこういうとこに立っちゃならんと。それがご不満だと。もちろんそうだ。確かに俺は18年間刑務所にいたよ。でもな、どんな前科があろうが立候補できることは法律に書いてあるんだ。現に俺の立候補届は受理されたからこの場に立ってんだ。俺がここに立つのを否定するってことは法律を否定するってことだよな。なあ、
法律大好きなクメちゃんよ。法律を否定するということではなく、 That's what you're kind of saying. 法律だって完璧なもんじゃねえってことだろ。 Like it's a gray zone, huh? そうですね。でもおかしいな。あんたらブリッジジャパンは散々法律に従えって言ってきたよな。完璧じゃねえものにどうやって従えばいいんだ。矛盾してんだろ。Why does he need three mics, by the way? That's it. あんたの言う通りさ。人間、ちょっとした間違いから下り坂を転げ落ちることもある。この町に流れ着いた時の俺がまさにそうだった。そして俺は助けられた。でもそれは法律に助けられたんじゃねえ。法律の矛盾の隙間で生きてる人たちに助けられたんだ。彼らの全員が望んでグレーゾーンに生きてるわけじゃねえ。そうならざるを得なかったやつらばっかりなんだ。でもあいつらおてんと様の下で頑張って胸張って生きてんだ。Hell yeah. あいつらだって俺だって法律も大事だけど、もっと大事なもんもいっぱい知ってるぜ。Shut him up quick. 法律のために人がいるんじゃなくて、人のために法律があるんじゃねえのか。その順番っていうのが大事なんじゃねえのか、クメさんよ。春日の言う通りだ。俺は胸を張ってお前を手術する。私もだよ、一番。俺はだ、春日に投票するぞ。頑張れよ、一番。応援するぞ。俺たちは春日の味方だ。 It's my people. クメなんかに負けんじゃねえぞ。クメさん、俺はあんたに恨みがあるわけじゃない。今日からお互い堂々と選挙戦を戦おうぜってことでよ。今からそっち行くから、一つ握手でもしようや。撤収、撤収だ。 Oh my gosh. おい待てって。おい、ちょっと久米さん、まだ演説が途中ですよ。待ってください、久米さん。こうして突発的に始まった論戦は、有力候補の久米陣営が撤退する形で幕を閉じました。 He's retreating very slowly though. 前科あり、元極道という異例の春日候補は早速 SNS を中心に話題となっております。役に立たない奴らばかりだ。久米といい、お前といい、こんなざまになってるのも全てはお前の不始末の結果だ。沢城、お前ここんとこ様子がおかしいぞ。 He's probably the one that killed the dude, right? Under the son's orders. で、報告ってのは。 Now he's feeling all guilty about it. 新体制の件ですが、しばらくは東京未連合という仮の屋号で動くことになりました。当座の兵隊と資金も問題ないかと。今後は各ポストの人事を。お前偉そうに言ってるが、会長にでもなったつもりか。え？いえ。お前が荒川組でそれなりの地位についたのは決して実力じゃない。周りが俺の顔色を伺ってお前を持ち上げただけだ。お前は昔から金魚の糞みてえに俺の後をついてきただけだからな。俺も昔のよしみで情けをかけてきたが、東京近江連合は違う。会長に据えるのは実力のある人間だ。お前にその器があるのか。はい、そのつもりです。だったら24時間以内にこいつの弾を取ってこい。え、
もしもしくじったらどうなるか、お前ならわかるよな。Kill who? Who is he putting a hit on now? Kume should be giving a speech in front of Genai Station. Alright, today's the day we get him. Shouldn't we leave the van behind though? If he realizes we're coming, he'll cut his speech short and bail. Good point. Let's go on foot. Kume! Kume! You can't hide from me! Run from my life, running from my life, I'm running from my life. I'm gonna get Kume, I'm gonna get Kume. He's gonna tell me everything he knows. Look at the van, it's all blue. You can see it. For miles. Kume. 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 There he is. At it again. Don't let his staff see us coming. I'll get in front of the media to make him shake my hand. He'll have no way to avoid me that way. But then what? I suggest we make amends about yesterday and pull him into the van. But I've won. Well, be careful. Looks like they've got more eyes than we thought. Damn. How you guys doing? Oi. Sure you want to do this? This guy's a candidate just like Kume. If you raise a hand against him, don't you think it'll damage Kume's rep? Got some bad news for you. We ain't part of Kume's campaign, and we don't live in Katagawa. Try all you want. Nothing's gonna trace us back to Kume. Wow, you guys thought this through. Let's not stand here admiring them. If we don't hurry, Kume's going to get away. What's the rush? Your campaign's going down in flames, because you'll be dead. Bastards. I'm cool. No. Let's do it. Game is a good thing. よろしくお願いします。何卒よろ。よ。春日だ。春日候補が来てるぞ。カメラ回せ。路線だ。昨日の論戦の続きですか。春日候補。いや、昨日は久米さんの上げ足を取ってすまねえと思ってな。今日は若い牛に来たんだ。おい、若いの必要など。 マスコミの目がある前じゃなんですから、二人っきりでは。うん、それがいいですね。じゃ、久米さんの選挙か。はいはい。こっから先はちょっと。春日さん。Did they kill his lady? 星野会長の命が狙われています。Chairman Hoshino's life is in danger? 今日、清流会に襲撃があると、的は星野会長。その日も、清流会に異変があるようだと言っています。会長が狙う？ 久米も青木流また来るぜ。清流会でトラブルだ。急ぎらしい。え？おい、なんだよ。久米。So that's who he put a hit on. Loser, man.
Alright. We gotta take a car to Hello Works. First turn in. Should be able to get one. Oh, are you kidding me? Takabe no kashira. Damn, look, he got shot. Kasuga. Futareta no ka? Omi Rengo da. Jū o motta no ga hitori. Oyaji toko ni mukatta. Kaichō no heya? Fueta na. Taramu. Isoide kure. Go. オミレンゴ会長はそこでもうちょい待っとき。なんだとてめえら根性を叩き直すとほら上がってこいよ。頑張ります。見たかった今のうちだぞ。俺の番ね。舐めるとね。 You guys can get the hell out of our way now.Heal my MP because I feel like I'm not gonna get a chance to. I need that for potential next batter. Batter? Battle. There you go. Alright. We'll save the chairman, hopefully. Hopefully, he's not already down.It's Joe, right?No, of course it was Joe. Who else? Sawashiro no Oseyo Ichi. Anta ga Kaichou.お前はいつだって遅いんだ。使いに行かせてもしのぎに行かせても。なんで星野会長を。偉人さんにはこれがとどめになる。清流会トップのこのじいさんがこのグレーゾーンのブレーンで偉人町にとっての支えだったからな。 This asshole man 勝手に崩れ落ちる。若はそう考えた。若もあんたも何を怖がってんだ。今さら星野会長を消さなくったってあんたらはもう勝ったも同然だったろ。飛ぶ鳥を落とすって青木亮が何だって今さらこんなことを。
お前のせいだと言ったらどうする？何？おい、一番Oh, you're out. They hit him. なんてな。この選挙区は若にとってどれだけ大事なのかお前も知ってるはずだ。なのに殺しの前科持ちのくせに衆院選に立候補なんだ。悪ふざけにも程がある。若はお前が目障りなんだよ。俺が当選するのが怖いとでも。冗談よな。万に一つ。Then what is the goal? じゃあなんで星野会長を襲った？我がはな、万に一つもねえもんでも目障りなもんは許せねえんだ。だったら俺を殺せばいいでしょう。そうできりゃしたさ。だがお前は随分人目を引いてくれた。今殺しの的にするにはタイミングが悪すぎだ。だから代わりに会長を？ああ。お前の後ろ盾は偉人さんの連中だけだ。今お前に手を出せない以上、やれることで最も効果がある選択をしたまでさ。I hate these dudes, man. 若は、何かをやるとき裏から手回さずにはいられねえのか。絶対負けねえように、保険かけずにはいられねえのか。いつからそんなになっちまったんだよ。俺はあんたらには取るに足らねえゴミみてえなもんだろ。なのになんでそこまでやる必要があんだよ。どうなってんだあんたら。荒川のおやつさんを殺したのもあんたなのか。さあな、もうどうでもいいだろ、そんなことは。沢しろ！Let's go。ほら！ Take this dude out. Look, he's playing with you, man.Is this me and Joe? Oh no, I do have my party on. You just had to pull out a weapon. Is it really something to worry about? You beat him last time, didn't you? そうだけど、多分勝てたのはそれに、沢城の頭は武器を操ら。なるほど。ねえ、よく。頑張ります。This dude ain't nothing. やんのか。してみろ。さて。Give me a joker. It's a joker, damn it. Give me that berserking spirit. This is for the chairman. Vile mutilation? Ow. That's not nice.よっしゃ、来た来た。よし。なめる、見てない。元気だ。なめないでくれ。逃げるなら今のうちだ。やるか。きついですよ。見せてやる。Give me a joker。運に託します。Joker。Yes! Big damage. That's what I want. Joker's all the way. With the full swing! Essence on the full swing! Nah, super spin sonic mode! See ya!
1404. I'll take it. I can't read them. Hit him with the bondage! Gonna explore your kinks, Joe. Yeah! Oh, it missed! Are you kidding me? Oh, what is this? Ow. Give me another Joker. Another Joker. One more. Yes! Big lucky draws. Foul Blade of Enmity? Oh, what the hell is that, dude? Just keep missing. Whatever. Foul mutilation. There you go. Broke his damn sword. You gonna fight me with a cane? Alright, let's go. Way more powerful one than I thought. It's based on a Western martial art. Oh my gosh. Opportune strike. Yo, my dude. Rude. Eventually. God, it's so hard to read that move. I mean, he gets opportune strikes like you're garbage, man. Jazz down. Pain blocker. Alright, we can't hit him, I think at this point, right? So I'm just gonna take this opportunity to stop bleeding. You. Gonna throw some MP healers around. Give a bit to Ichi. He stops doing his little spinnies. Give it to you. So you know what I want to do too? I did unlock these guys. So we have to try one of these pound mates on him. He can't block a pound mate strike, can he?
I have to try one, right? We're gonna do it after he stops doing this, because I don't know if he can block it or not. I don't want to take that chance. Ow. Opportune strike. Mijo. Oh no, wait. I did dark. I'll take the dark. Works pretty well. Alright. Ichiban's next. We're gonna try Majima. My boy here. Pound bait Majima. Call in a legend. Let's do it. The mad dog. Look at Majima. Goro Majima. Yo, look at this nut. I love it. Demon Fire Rain. Did it just kill? What happened? I couldn't tell. Oh, we just took him to a third form. There's something odd about this. Oh, yeah. Holding a broken blade with your bare hands is definitely odd. We gotta stay on our toes. I'm actually glad that like it didn't kill. Now I can try Taiga as well. Actually, you know what? We could probably save Taiga. Maybe? No. Yeah, we're gonna try that. Once we get the chance to. Damn, he heals 1,000. Raging Tiger Cyclone. Weep in despair as the mad dog of Shimano descends with crackling madness and thundering fury from atop the empire. He built countless daggers strike and may paralyze all foes. The man rumored to have slain 18 Yakuza delivers a pounding like no other, using a manhole cover, momentum, and tons of collateral. Damage mows down all enemies greatly lowering their defense. Damn. You see the difference in the pricing for them too? They're a million apiece to summon them again. It's crazy. Okay. You know what? We'll save. Taiga. No. You know what? I want to see him. Let's go. Oh God. Taiga Saijima. Yo, this is badass. He turned into a cyclone. And that's death. That was badass. I like Majima better though.
カシラ、何やってんだよ、あんた。俺の知ってる沢城城は、何でも考えなしに人の言うこと聞く男じゃなかったぜ。たとえ若の命令でもな。どんな理由があっても、荒川のおやっさんを、おやっさんを殺すなんてこと。俺には若の命令が絶対なんだ。あの人を守るのが俺の生きる道だ。俺にはおやっさんを守ることが生きる道だったんだ。そうだよな、よく知ってるよ。頭、荒川の親父を殺したのは俺じゃねえ。でも俺のことが目障りで若に命令されたんじゃ。命令はされたさ。は？若の命令に逆らったのは後にも先にもあれっきりだ。俺に荒川真澄は殺せねえ。もうとっくに人手なしの俺にもただ一つその命令だけは飲めなかった。飲めるわけがねえ。やっぱり沢城の頭も、おやっさんのこと。違う。極道が都政の親を殺せねえって言いてんだろ。違うんだ。え？その理由を、俺は、分かりさえ、いや、誰にも話したことがねえ。どういうことですか？俺が荒川真澄を初めて見たのは杯を受けるよりもう少し前のことだった。15の頃だ。俺はどこにも居場所がねえ、どこにでもいるガキだった。 What a... Was he in love with 真澄 maybe? Potentially? あの頃の俺はカムロ町でひたすら喧嘩に明け暮れてた。金もねえ、未来もねえ。家に帰りゃアル中の親父に殴られる毎日だった。そういう状況で支えになるのは結局行き場のない人間たちだけだった。彼女のことはもう名前も思い出せねえ。とにかくその女と二人で先行きの見えないままごと暮らしを始めた。Who is this? そして彼女が俺のガキをはらんだと告白した時にはもう下ろすこともできねえ時期になっていた。どうすんだよおい。俺らに育てられるわけねえのに。いつか間違って流産でもすりゃいいと、俺たちはそうやって日増しにでかくなる腹を見て見ぬふりして病院に。 Did Arakawa like save their baby or give it a give it away? Give it a new life? ガキは生まれちまった。あの娘が出産したのはデパートのトイレだった。俺が道路工事のバイトをしてる最中にたった一人で産んだらしい。どうしよう。全部なかったことにする。都合の悪いことは見えないところに追いやってしまえばいい。それまでもずっとそうやって生きてきた。あの頃の俺らには違う生き方を教えてくれる大人はそばにいなかった。だから Wait.Wait! Did Arakawa actually save his son? And not Arakawa's son? You're kidding me! We're going to fall in the hell, we are. Definitely. What the hell is that?いやー、やばい。早く帰ろうぜ。Wait!
やっぱり私戻る。ふざけんな、もういいだろう、忘れろよ。嫌だよ、戻らなきゃ。あ、おい、よせって。離して。くそ。She went back and it was yeah. So was his actual baby dead in a locker somewhere then? Oh my god, dude. あのロッカー。あの人なんで？なんであそこを開けようとしてるの？赤ん坊がいるって気づいたの？でもなんで？でも、よかったんじゃねえか？え？いいんだよ。あとはあいつが面倒見てくれるって。なんだか知んねえけど助かったんだよ。な？これでよかったんだよ。おい、おい、大丈夫か？しっかりしてろ。どけ！So does this mean Ichiban was the actual son? Did she actually just abandon the kid in the soap lin and not in the lockers? And it was all just a lie? じゃあ、おやさま、あんたの赤ん坊ってことは、その赤ん坊は荒川雅人、若だ。若は、あんたの息子。お前も親父に聞かされたんだろう。大晦日の夜、親父は女と子供を氷川興産に狙われて、赤ん坊の受け渡しをロッカーでやることになっていたことを。でもその時、まさかもう一人別の赤ん坊がコインロッカーにいるとは思わなかった。思うはずねえよな。だから聞こえてきた赤ん坊の泣き声を頼りに、親父は間違ったロッカーをこじ開けちまったってわけだ。Wow. I did not expect that that would be the case. But then what happened to his baby? If his baby was in the locker? 俺の子を産んだ女はもうそばにはいなかった。でも、荒川真澄は、親父は神楽町で生きていた。車椅子の息子と一緒に。あの男は確か。ん？あの子供は。その日から俺はその男のことを調べた。若くして自分の組を立ち上げた荒川真澄のことは町で聞けば知る人間も多かった。だからいろんな話が聞けた。車椅子の子はずっと歩けない体だということ、それが生まれた夜に重い低体温症にかかったせいだということも。よせ、マサト。なんで？なんで僕の足だけ歩けないの？みんなは歩けるのに僕だけなんで？その言葉はそれから何日もずっと耳の中にこびりついて離れなかった。子供のことがなくても、俺はいずれヤクザにでもなるしかなかったような人間だ。ずっと半端な人生だったからな。そして考えた。本当に構わねえだな。一度交わした杯は二度と戻せねえぞ。はい。もし杯をくれる人間を選べるなら、荒川真澄を置いて他にはないと思った。
それなら飲み干せ。殺しの荒川組はその頃なかなかの羽振りだったしな。殺しの荒川組はそれがおやっさんから杯をもらった。あんた若のそばにいるためにそのこと。さっきも言った、他人にこの話をしたのはこれが初めてだ。墓まで持っていくことになるもんだとずっと思ってたからな。じゃあなんで俺らには。俺からも聞きたいことがあるからだ。聞きたいこと？何ですか？さっきのコインロッカーの話にはまだ肝心なとこが抜けてると思わないか？肝心なとこ？親父に連れ出されたのが俺の子だったなら、親父の本当の子はどこにいた？そういや親父の女は名前を茜さんと言った。そして親父と知り合う前は桃源郷ってソープで働いてたらしい。I knew it. 桃源郷って、そこは俺の生まれだ。ああ、今から言う話はあくまで俺の想像だがな。あの大晦日の夜、茜さんは腹ん中の子供ごと命を狙われてると慌てて産婦人科を出た彼女は逃げる途中で産気づき追われる身で、少しでも安心して産める場所、それは昔自分が勤めていたソープ。すると、そういえばその日、まさかそれじゃまるで俺が、まさか The real son. Damn. 親父がコインロッカーから若を連れて行った後、俺はもう一人の赤ん坊を見…どけ！騒ぎが収まった後も俺と彼女はずっと動き出せずにいた。死ぬはずだった子供が救われて、あとはもう知らん顔してりゃいい。少し安心した気持ちにもなってた。でもなぜあのヤクザはあんなに必死になって赤ん坊を助けたのか。泣き声で気づいたにしても誰かに声をかけることもしねえで助けたのはなぜか。安堵と疑問が複雑に絡まって頭が破裂しそうだった。でもその理由はしばらくして分かった。船長、ロッカーってこれですよね？鍵のかかってないロッカーだ。片っ端から開けてみるぞ。わかりました。あの人たち何してるの？わかんねえ。まさかこれか。いいね。It was literally right next to it. あ、いました。店長、いました。ここです。いたのか。ああ、そっか、いたか。ってことはうまくいかなかったんだな、受け渡しは。あ、嘘。赤ちゃんがもう。Damn。どうすんです？警察に届けたりとか。いや、少しの間預かっとく。茜ちゃんが迎えに来るまでな。あの子大丈夫なんすかね。命を狙われてるとか言ってましたけど。そん時になってやっと俺は分かったんだ。赤ん坊の取り違いが起きちまったってな。赤ん坊の取り違い。Because Ichiban was so quiet.
ロッカーにお前を託した茜さんはその後氷川興産に捕まるまで逃げ続けていた。その間受け渡しが失敗した時の場合に備えて赤ん坊がロッカーにいることを信頼できる誰かに伝えた可能性は高い。残された赤ん坊を取りに来た二人組が誰だったのか俺は知らん。しかしそれがお前の育ての親ソープの店長春日二郎だったとしたら、お前は荒川真澄の息子だ。バカ言え、そんなわけが。親父との DNA 鑑定をやることができれば全部はっきりする。だがそれまではあくまで想像の話でしかない。俺の話が必要のない戯言だと思うなら忘れてくれ。待ちなよ。清流会の会長を殺しといてこのまま逃げられるとでも？なら好きにしろ。どうせ俺にはもう先がねえ。うん？青木亮に荒川の親父を殺せと言われて俺はそれを断った。その時点で若は俺を切り捨てるつもりでいたんだ。だから俺に星野会長を殺せっていう無茶な命令をしたのも was for him to get caught. 俺は三下の鉄砲玉みてえな使い方で to dispose of him、yeah.He's deluded, man. He's just insane at this point. Kashira, Oya-san を殺したのがあんたじゃねえなら、誰が Oya-san を？確証はねえが、Kashira補佐の石尾だかもな。奴が今、若のお気に入りだ。荒川の親父が死んで以来のな。石尾だ。あの野郎が。沢城、おめえはこのまま行かせ、本当ならこの手でぶっ殺してやりてえとこだが。まっとうにか。Damn. So I'm Ichiban Arakawa now. Damn. 그거 믿을 만한 정보 맞아? 그럼. 누구다? 호시노 회장이 내려와れ ていると, そう教えてく. 네타모토와 도모 사와시로. 나니? 뭔데 사와시로? Oh my God. 지분から 바라시다. He wanted to get caught, huh? 즈마리 사와시로와 호시노 회장을 殺し. 그래와 카스가산이. He was hoping we'd stop him. That's why he was saying, like, you've always been late. が、あなたに直接それですから。匿名で情報を流し、あなたが間に合うかどうかを。でも、いつも無茶なことばかり言いやが。突き刺ろ！Damn, fate of our fathers.Passing the Torch, Chapter 14. All right, guys, I'm going to end it here. Leave a like, subscribe, share with a friend. I hope you guys enjoyed. In the next part, we will tackle Chapter 14 and see what Passing the Torch is all about. I'm invested. I'm excited to see how we plan on potentially stopping the young master for all the craziness he's doing.